ご乗車ありがとうございます。リゼロから始めるタクシードライバー生活。5月の報告ということで、今月も実績の報告の方をさせてもらいたいと思います。はい。なんかおる。うん。このままにしとこう。5月度の報告の方をまず、また売上の方ですね、させてもらいたいと思います。その前に、チャンネル登録の方が100人超えました。ありがとうございます。嬉しいです。まだまだ、始めたての素人 YouTuber なんですが、100人という大台超えました。ありがとうございます。非常に嬉しいです。ということで、今後も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。タクシーのこととか、元ブログのこととか、あと音楽ネタとか、あとネタ動画とか、いろいろやっていきますので、最近タクシー多めですけども、他にもいろいろとね、動画でアップしたいこといっぱいありますので、ちょっと忙しくてなかなか動画が作れてないのは申し訳ないんですけど、またよろしくお願いいたします。はい、というわけで、5月度の報告の方させていただきます。はい、早速ですが、5月度の、税抜きの売上、税抜き売上の方を発表いたします。5月度の税抜き売上の方は、628,510円ということで、今月もなんとか60万円越すことができました。よかったです。はい、よかったです。はい。やっぱり、この大台は超えたいのでね、はい、頑張っていきます。ただ、今月に関してはちょっと、本当でしたら、もうちょっと喜びたいんですけども、いつもよりも営業日数、乗務日数が1日多いです。なので、いつも23日なんですけど、今回24日間乗っておりますので、なんとか、1日の平均に関しては2万5000円を超えてはいるんですけども、23日乗務だけで超えた方ですね。はい、このプラス1日っていうのが、ちょっと前にも動画の方で出したんですけども、健康診断の日ですね。あの日はね、ぶっちゃけ2万円とか言ってません。1日の売上2万円は言ってません。1日がプラス1日で増えてます。まあ、なので、先月よりかは、結局実績の方では、先月よりは上に行ってるんですけども、その1日を抜けば、先月よりは、60万はなんとか超えてると思うんですけど、前月とほとんど一緒ぐらいかなっていう感じになります。はい。はい。というわけで、詳しいところですね。細かいところなんですけども、細かいところですが、まずは組数、総合計で438組乗ってもらっております。で、はいって手挙げて乗ってくれた方が152組。これ先月と全く同じ数ですね。で、アプリの方が286組乗ってもらってます。で、そのアプリの中でも、ディディが160組。で、ゴーが126組乗ってくれております。はい。はい。ゴーがめっちゃ増えました。で、ディディがちょっとその分押されて減ったかなっていう感じですかね。ですね、最近乗務員さんの中でも、ゴーが最近良くなるねっていう話がよくあるんですけど、そうかなと思ったんですけど、実際数えてみると、これまで先月から確か80組ぐらいだったんですよ。それ考えたら、かなり増えてますよね。40組ぐらい増えてるのかなぐらいになってますので、かなりゴーがなる回数が増えてると。いうところです。で、売上の方なんですけども、これに関しては、税込みの方の売上で、総合計で、税抜きは628,510円なんですけども、税込みの方でいくと682,870円というところで、で、入って手上げて乗ってくれた方の合計が184,170円。で、アプリが506,000円ということで、やっぱり、アプリの方が多いんで、当たり前なんですけど、で、ディディの方が287,360円で、ゴーの方が218,640円ということになっております。で、平均売上に関してが1件あたりの単価がですね、手挙げて乗ってくれた方で1212円。そして、ディディが1796円。ゴーが1735円。ということで、ディディとゴーがほぼ一緒ということになってきました。最初ゴーの方が、売上多いなーっていう話を2ヶ月連続ぐらいでしたと思うんですけども、結局同じぐらいですね。ディディとゴー、こうなってくると。やっぱり、その月その月での誤差はあるんですけども、ほぼほぼ一緒かなという感覚ですね。はい。で、今月に関しては、長距離
乗ってくれたっていう方も、まあ、中にはいらっしゃるんですけど、その長距離が GO の方が多いとか DIN の方が多いとか、そういうことは特に感じませんでした。どっちも同じぐらい出たなという感じでしたね。はい、そういう感じですね。で、今月、まあ、気になったことというか気づいたこと、感じたことなんですけども、やっぱり自分が、あ、売り上げしない、売り上げ上げないとっていう風にちょっと焦っちゃったりした時っていう時こそ、お客さんの手は上がりません。で、なぜかアプリもなりません。やっぱりなんでかなと思うんですけど、やっぱり焦ってるとダメですね。やっぱりいつも通りゆっくり無事故無違反を目指して安全運転で、ゆっくり走ってる時の方がお客さんっていうのは乗ってくれるっていうのを実感しました。あともう一つあるのがですね、同じ人が何回か乗るっていうのは増えてきました。もちろんこれに関してはアプリなんですけど、多分なんですが、僕が、ま、毎日同じ時間に出庫しているわけで、で、毎日だいたい似たようなところを走るわけで、ってことはお客様の方も呼ぶ人っていうのは決まってくるという形で、何人か何組か本当に同じ方が乗ってくれて、お客さんの方から、あ、前も乗っけてくれたねって声かけることが増えました。今月特に多かったです。はい、5組 ?5、6組ぐらいは声かけられて、声はかけられなかったんですけど、ああ、この人前にも乗せたなっていうパターンが何個かありましたね。で、中にはですね、これはもう先月、先々月から全部述べて足してみると、多分ね、合計でね、4回ぐらい同じ人を乗ってくれてるんですよ。で、その方あんまり喋らないので、僕の方からも特に前も乗ってくれましたねとか言わないんですけど、もうよく考えたら同じ場所、大体同じ時間帯、まあ会社にちょっと遅めの出勤なんですけど、で、なのでその方はに、まあ、その方もアプリで乗ってくれてるんですけど、アプリでの行き先っていうのはその人いつも入れないんですよ。GO の方は行き先っていうのを未定っていう形で入ることもあるんですけど、そのパターンで未定っていう形で乗ってくるんですけど、その時間、その場所で乗せるかといったら、もうその人しかいないなと思って、もうどこって言われるまでもなく、もう僕その人の目的に行けるようになってるんで、そういうこともありますね。はい。あと、そうですね、珍しかったのは、ほんとつい先日、1週間ぐらい前かな、1週間前ぐらいに、2日連続で全く同じ人が同じところから乗ってくれて、さすがにその方は、昨日と同じ人やっていう風に言ってましたね。はい。その方も結構、2日連続で乗ってくれて、大体同じようなところに行ってくれて、これはまあ多分ご自宅に帰るんだろうな、ご自宅に帰るという形で乗ってくれてるとは思うんですけども、結構な距離乗ってくれるんですよ。なので、まあその方とはちょっとよく喋れたので、また僕、この近くよく走ってるんで、また、乗っていただくことあるかと思うので、よろしくお願いしますって言ったんですけど、言ったらお客様の方も、あ、もうぜひまたよろしくお願いしますって言ってくれて、本当にいい感じだなと思って、そういう感じでね、本当になかなか、本当に3000ぐらい乗ってくれるんで、非常にありがたいんですけども、そういうお客様もいました。そういうのを頭に入れておければ、その時間帯、その近くにいればですけどね、わざわざ10キロぐらい先にいるところで、その時間でそこにわざわざ戻ってくるんです。それはちょっと効率が悪いので、その近くにいれば、あえてその辺をに留まってみるとか、その時間帯はね、いうこともしてみようかなと思います。で、もう一つ、これはですね、いつだったかな、おとといやったと思います。にあったのが、これはディディで、呼んでもらえて、これ結構遠いところやったんですよ、目的地が。で、今の僕はディディのグレードがプラチナっていうグレードになってて、廃車がかかった時点で行き先っていうのが分かるようになってるんですけど、結構遠いところやったんですよ。大阪じゃない、兵庫県の方やったんで、あ、やったーと思って、あまり確認せずにピンって取ったんですよね。そしたら、さて、どこまで、あ、そういえば、取ったらいいけど、どこまで迎えに行けばいいんだと思って、ね、よく見ると、8.5 キロ先。結構な遠い距離、ちょっとこの遠距離での芸者っていうのはちょっと初めてでした。4キロとか5キロとかはね、豊中とか森口とかそういうとこにいてると結構かかるんですけど、多分車が、タクシーが少なくて、遠いところまでその芸者が廃車がかかるっていうことあると思うんですけど、これ大阪市内にいてですね、8.5 キロ先でなかなか
遠いです。もしタクシーのね乗務員やってる方で、ディディとかゴーでね、やってる方いらっしゃったら、この芸者地まで 8.5 キロっていうのありました、今まで。僕も初めてやったんですけど、これはびっくりしましたね。はい。まあ、実際お客さんにその時もさすがに電話して、すいません、結構な距離があって、行くまでに結構時間かかると思うんですけどという話を電話したんですけど、ああ、それでもいいから、待ってるから来てっていうふうに言ってもらえたので、頑張って行ったんですが、まあ理由がわかりました。その乗車地っていうのがもうタクシーがまあいないだろうなっていうところ、これ大阪市内なんですけどね、大阪市内なんですけども、ちょっと場所はまあ伏せておきますが、まあタクシーはいないだろうなっていう場所でした。山奥とかそういうわけじゃないんですよ。まあ工場とかいっぱいあるところなんですけど、そういったところで、お客さんに聞いたら、正直言うとディディとかアプリでタクシーを探すのに20分ぐらいかかると。で、見つかってもタクシーの方から断られたり客キャンセルされたりっていうのがほとんどだと。今回の場合は3分で、タクシーが見つかって、でしかも僕の方から電話で、本当に今迎えに行ってもいいですかっていう電話までくれて、でそして15分かかってここまで迎えに来てくれたと。いつもだったら20分30分全然タクシー見つからんで、見つかったとしてもそっから20分30分かかってるから、まあ1時間仕事だと。アプリでタクシー呼ぶのも、でも今日はもう20分もかからず来てくれてるから、もうそれだけで大感謝ですと。しかも電話までしてくれるのはちょっと初めてやったんですごい嬉しかったですと言っていただいて、あ、これは良かったなと、電話して良かったなと思いました。あまりに遠かったら一度電話して確認した方がいいよっていうのは、これはね、同じ会社の先輩の方からアドバイス受けてたので、その通りして良かったなと思っております。はい、というわけで先月の方はそんな感じでしたというところでしたね。で、まあ今月も1日2万5千円を目標にして、なんとか、1日2万5千円でしたら23日間、まあ今月は24日間乗ることはないと思うので、23日間乗って、そうすると57万5千になるんですけども、やっぱり60万円は超えたいというところを目指して頑張っていきます。もちろん無事故無違反が一番最大の目標です。ゆっくりと、のんびりというところでやっていきたいなと思っております。無理すると、ね、ろくなことがないので。はい。というわけで今日はこの辺りにしておきます。Twitter とかね、Instagram とか、あと、メールアドレスとかも入れてますので、もしタクシーのことで、何か質問とかある方は、遠慮なくメールの方とか、あとコメント欄でも結構ですね、コメントいただけたらと思います。よかったなと思う方は高評価、あとはチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録本当に100人ありがとうございます。はい、今後とも頑張っていきます。ね、あとまたね、ネタ動画とか、歌ネタとか、あとタクシー以外の元ブログとかも、まあ、ちょっと増やしていきたいなと思ってるので、また楽しいコンテンツを増やせたらなと思ってますね。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。トンクでした。次の動画で会いましょう。さよなら。